どこからともなく、縦言の音色が聞こえてくる。せいにゃか？人が寝おるときに。里の皆様にも、きちんとお伝えしなければ。再会したような気がしとったのはあれか。さっきのあの振り返りの情景を見ただけやったんかな。え？こっちか。よし。超悲しいやん。ベロニカの死は瞬く間に聖地ラムダの人々に伝えられた。そしてその日のうちにベロニカの葬儀が行われることになった。もう思いっきり死んどるね、やっぱり。世界中の命の象徴たる命の胎児よ、このラムダの地で生まれた若き命が。ベロニカはずっとあそこに体あったんか。散ってゆきました。願わくば双剣の姉妹の片刃ベロニカの魂が帰るべき場所、命の胎児のもとへ召され、新たな歯として芽吹かんことを。攻撃タイプの魔法使いがいなくなってしまったよ。皆様、まあ、みんな十分強いんやけどね。ベロニカのためにお集まりくださり本当にありがとうございます。姉は世界中の命を救うために己の身を顧みず最後まで勇者様を守り抜きました。皆様、まあ、あそこでベロニカがああやってやってくれてなかったら全員揃って死んどったかもしれんのよね。髪を一房聖なる火に手向けてくださいませ。髪を一房って結構よね。ベロニカ、私の天使よ、私を置いて行ってしまうなんて。ベロニカ、誇りだなんだって言われたところでね、親的には。あんまりよ、あんまりだわ。セーニャはしっかりしたもんだけど、ご両親のあの悲しみをときたらかわいそうで見てられないよ。セーニャだって悲しいよ。皆様にお話があります。でもこれからまたね、世界を救うたびに一緒に出るんやろ。セーニャここに残るんかな。おお、私のベロニカ、まさかお前が先に天に召されるなど夢にも思っていなかったよ。やはり可愛い娘たちを旅になら出すのではなかった。どうか愚かな父を許しておくれ。あ、でも自分で決断したことなので。残っているものが杖だけなんて、ベロニカどんなに辛かったでしょう。こんなことになるなら偉大な賢者なんてご神託授からなければよかったわ。普通の女の子として暮らしてほしかった。まあ授からなければと言われてもね、信託は下ってしまったのでしょうがないんすよ。先ほど長老様がユイス様に大事な話があると言って大聖堂へ向かわれましたわ。どうか長老様のところへ向かってくださいませ。大聖堂はこちらの階段を登った先ですわ。こちらの階段、これですか。階段の真ん前に追ってくれんとわからんねえけど多分これよね。でっかい建物やし、そこに四地族が、まあ、あれは話しかけれんタイプっぽいけど。こういうところに一体ぐらいおるんやないん、おらんのいないんすか。よっちどくなんか全然おらんけど。お呼び立てしてすみませんでした。まだ2体ぐらいしか見つけてないんやないん。実はどうしても皆様にお伝えしたい話があったのです。なんでしょう。皆様はもしかすると古の伝承の存在、神の乗り物を求めてこの地へいらしたのではないですか。ええ、そうです。なぜそのことを。先日私は胎児の神託と思われる
ある夢を見たのです。その夢の中で勇者様とセーニャは何やら白く大きなものに乗って空に浮かぶ不思議な島に降り立っていました。その夢の中には出てこなかったのかい、ベロニカは。空に浮かぶ島だって、亡くなってるとかそういうことは分からんもんなんかね。ベロニカの姿だけ見えなかったので。あ、見えとったんやっぱり。ベロニカの身に何かあったのではと、うんうんうん、ずっと心配していたのです。まあ他全員がおってベロニカだけおらんなんてことはないやろうしね。嫌な予感はしていましたが、特にセーニャがおって。まさかこんな時にまで夢が現実になってしまうとは。ですが夢の世界で見たその光景は私にある神話の一節を思い出させました。ケトス、天高く空を駆け巡る神の使い、聖なる調べに導かれ勇者のもとに降臨す。あのクジラみたいなやつよね。空飛ぶクジラみたいな感じの。夢に出てきたあの天の島こそ鳥みたいなのではなかった気がするよね。勇者様が目指すべき地なのでしょう。そしてそこに導くは神の使いケトス。私は今里中の古文書をひっくり返し、このケトスについて調べております。何か分かったらご報告いたしましょう。さあ今日はもうお疲れでしょう。皆様のために宿を用意しておりますので、ひとまず宿屋でお休みくださいます。ありがとうございます。その宿とは出入り口はここかな。すべて確認していか、なになに、お待ちください。今日のところは長老様が用意してくださった宿でひとまず休むことにしましょう。あ、これ裏口。正面こっちか。あー、もうよくわからん。どっち向いても同じ景色やん。やめていただけないかね、そういうの。あ、めっちゃ雨降りよるけど消えない炎、すげえな。ほら、この辺のも全然消える気配ないよ。ねえ、宿ってどこ？まあ、勇者様、随分疲れた顔をしていますわ。待って、見えなかった。どうかお休みになってくださいまし。確か長老様が宿を一泊、勇者様のために用意していましたわ。宿屋で話を聞いてみてくださいな。勇者様っていうのにさ、一泊なんやね。なんか、いつでも好きに使ってくださいぐらい言ってくれていいと思うんやけどな。めっちゃ嫌な勇者やけど、自分から言い出したら。ここね。どうも。おや、勇者様。長老様から話は聞いてますよ。一晩お休みになりますか？はい。かしこまりました。どうぞゆっくりお休みくださいませ。何？夢？どこからともなく縦言の音色が聞こえてくる。セーニャか？人が寝おるときに。もっと聞こえん場所で弾かんと。どこだ？あ、2階なんやね。こんなスペースで飲むんか。バーみたいなのはないんかな。あ、起きてたの。まるで空が泣いているようね。エレノア様と最後にお会いしたあの日を思い出すわ。16年前、あなたを川へ落としてしまったあの時から、私はずっと大切な人を守れるように強くなろうとしたの。でも私はまだまだ未熟だったのね。世界そのものを、すべての命を守ろうとするベロニカの方がずっと強かったわ。まあ、確かに、精神的にえ、なに？主人公以外みんな起きとるやん。どんだけなん。起こせよ。なんか恥ずかしいやん。エレノア、アーウィン。アイナ、そなただけはどうか、わしよりも先にこの世を去ったりはしてくれるなよ。いくら魔王の手によって荒廃したと言っても、若い者ばかりが死に急ぐ世の中など、本来あってはならぬじゃからな。まあ魔王たちもやっぱり若い方を手にかけようとするけんね。
で、ちょっと来る途中に宝箱が目に入ったので意外とちゃんと見とるっていう。聖女の灰、よし。で、どこよ。ねえ、どこで盾ごと引きやん。そんなところにおらんか。もしや、と思ったけど。こっちか。いたいた。ねえ、弦ってこんなに少ないもんな。なんか空いとるスペースめちゃくちゃあるよね。後の世も一つの歯に生まれようとちぎれし、愛おしき片歯の君よ。涙の玉とともに命を散らさん。ベロニカのことか。移ろう時に迷い、終える時に苦しみ、もがく手がいかに小さくとも、この願い一つが私のすべて。ほら、あんな感じ？いにしえの時代から聖地ラムダに伝わる、悲しき恋の歌。死に別れた恋人を愛おしむ者。何？私が来たことを察知して。神語りのじゃないと独り言ってことになるよね。一体誰がこのような歌を残したのかわかりませんが、私は幼い頃からこの歌が好きでした。聖女が考えた歌じゃないんよね。なんか今の状況にぴったりな気がするけど。大樹が落ちたあの日からずっと私には心残りに思っていたことがあるのです。ねえ、そういえば直前になんか話しよったよね。私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。ってことは、この先、セーニャがちょっと無謀なことをしだしそうな気が。この先、私の身に何かあっても、一人で生きていけるって。ああ。でも、ここで約束したんやとしたら、まあ、無茶はせんか。そんな約束できません。お姉様がいなくなってしまうなんて。約束。私、考えられませんわ。私はずっと後悔していました。あの時約束していればお姉様も安心して天に召されたのではないかと。ああ、最後ぐらいね。お姉様の言う通り、私はグズだったんです。言葉や呪文を覚えるのも道を歩くのも何もかもお姉様より遅れていた。同じ人間じゃないけんいいよね、そんなのは。双子でも全然性格違うって言うし、うんうん、まさかこんな時にまで先に行かれてしまうなんて。ごめんなさい。少しだけ、ほんの少しだけあなたの隣で泣かせてください。落ち着いたか。ごめんなさい。やっと心の迷いが晴れました。お姉様が助けてくれたこの命、精一杯未来へつないでみせます。うんうん、その息。盾ごとはどこへ行ったん？しまった？あ、髪が。そっか、そんな感じになっとったっけ。うわー、全然覚えてなかった。髪長いイメージやったな、ずっと。もう涙は見せません。さようなら。あんなざっくり切ってさ、こんな綺麗に整うもんかね。ねえ、そんなことに絶対ならんし、その髪の毛はその場にポトッと落ちるだけよ。あ、消えた。そんな、あんな簡単にあんな綺麗な髪型にできるんならみんな自分でやるくない？ねえ、絶対無理なんやけど。ぐしゃぐしゃになって終わるだけやわ、あんなの。オーブ？か？え、違う、なんか。
あれか、ベロニカの力がセイナに移った。セイナパワーアップって感じ。この力はもしかして。おお。でもそれはそれでベロニカやっぱいらんかったなっていうことに。キャラ的には普通に好きやけどね。お姉様。ベロニカの呪文とスキルが聖女に継承された。